はい、今回まさに誰やねんと。あー、やばいな。まさに誰やねんな。知らんぞ。誰？ディエデリック・ボーア。ディフェンス16、パワー17。やる気ないってやつやん。ディデリック・ブール。ボーアじゃないんや。ブールなんや。すごい名前やな。194センチ。80年。ああ、もう引退してんな。絶対、さすがに。さすがに引退してんな。40やもんな。40どころか持っていけんのか。リタイアと。で、現在はズボーレのゴールキーパーコーチやってると。あ、そうなんや。すごいじゃん。オランダ代表歴はないと。もともとは、ズボーレのユース出身なんや。ズボーレから、そのままズボーレに上がって、すごいね。12年間ぐらいいるね。で、アヤックスに行って、で、ズボーレに帰ってきたと。すごいじゃん。いや、何がすごいか分からへんけど。ステップアップしてねえじゃん。オランダから。チャンピオンズリーグも出てないと。おー、やばみだね。アヤックスに行ってチャンピオンズリーグ出てないってやばいよね。でも、キャリア的には本当になんかもうズボーレ一筋って感じだね。で、コーチもやってるしね。すごいじゃん。ズボーレってでもあれだよね。日本代表の左サイドバック、中山雄太。彼がいたとこだよね。中山雄太今何してんやろ、ね、どこやったっけ、ハダースフィールドか。試合出てんのかな。やばいよね。ワールドカップ前に怪我してね。ちょっともしかしたらもうこれで、サッカーのキャリア、終わっちゃうかも、みたいな。そんな感じになってきたよね。で、まあ別に今代表に仮に戻ってきたとしても、日本のね、左サイドバックは、ね、伊藤がいるからね、伊藤博樹か。ちょっとレギュラー難しいからね。ちょっとほんと、不運な男って感じ。まあ普通に怪我してなかったら多分、日本代表ね、長友がスタメン出てましたけど、間違いなく中山がスタメンだったと思うんで、奇跡起こせるかな。ボーアと全、ボーアじゃない、ブーレやったっけね、誰だっけこれ。ブールか。全然関係ない話だったけどね。関係ないこともないけど。はい。